米だ配達の人にちょっと待ってもらっていいですか？あの23円足りてなくて、あの2100円まで。え？何これ？ちょっと貸して。23円足りないらしい。M にした？したよ。え、で23円足りないの？負け、負けろよそれぐらい。いつもこれさ頼めてるんだけど。違うんですよ。あのよく見てみたいっていただくとですね、こちらちょっと安いの？はい、M サイズちょっと考えると安い。でも裏はねちゃんと言ってるんだけどね。じゃあちょっとどうしよう、なんか頼もう。え、ね、じゃあさ、スティックがあったからどっちがいい、ナゲットかポテト？サラダじゃない、違うか。何がいい、ポテト？いいよポテト。どっちがいい、ナゲットと？ポテトでかいよね。わかんない、頼んだここのポテトわかんない。じゃあいいよポテトで、うん、はい。あれケチャップね、マスタードじゃなくて。ケチャップって言ったよ。うん。23円だってショックだわ、ちょっと。どんだけ運悪いの、なんか。運悪くない？なんかね。割引券が23円のせいで、ちょっと使えなかった。いや、可愛いよ、でも、スーツ。うん。そう、スーツ着たの。初めて着た。そうなんだ。動きなかったし。でも、そしたら今度卒業だと袴着るね。袴？うん、大学の卒業。着物みたいの着てるじゃん、みんな。春。着てたでしょ？なるほど、ね、見てない？あれ、振り袖？そう成人式でも着るよね。でもいや袴だよ多分卒業式って。袴ってちょ古いかな、言い方分かんないけど。スーツじゃない多分。いや違うよ多分ね。スーツとか初めて着たし高かったし。え、洋服のふむふむってやった。え、もっと安いのないの？え、なんかそんななんか急だったの考えてなくてさ、入学式、入学式だと思って。なんか佐々木希さんとか CM してるじゃん。そう、そこで買ったのよ。高かった結構。高かった。そうなんだ、するんだ、うん、バカ高えと思って。あそこはシマムーとかで買えばよかった。シマムーはないでしょ。そう、え、スーツ売ってるよ。え、シマムー、うん、ないよね。あるよ。え、キンちゃんシマムーでスーツあるっけ？スーツ見たら売ってるよね、シマムーに。シマムーって何？シマムー、うん。ああ、え、売ってんの？売ってないよね。あそこって枕カバーしか売ってないよ多分。ちょっと待って、それは私が枕カバー買ってるだけだから。そこでマジか。そうそう、あ、今日あったかかったからさ。あー、そうだね。いやー、もう着ないと思うけど。いやでも握手会で着ればいいじゃん。嫌だ。あー、確かに。いつかね。うん、着ないよ。あ、これは、あー、これじゃないよ。なんかないかな。あー、これね、言ってたやつ。あ、そう、さっき話してたやつだね。そう、でも岩さんは、うん、ずっとなんかお前はいいだよみたいな感じでずっと言って。あ、そうなんだ。そうそうそう、引っ張ってってほしいってこと。そうそうそう、引っ張ってほしいってずっと言われてて、で発表があってからもなんかやっぱりなんかお前にはいいを変えてほしいみたいな。へえ。ちょっと言ってくれてて、まあ決まったことにはさあだこだ言えないし、うん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 、じゃあそのつもりで頑張りますっていう話だったんだけど。そうなのね。嫌だなんて言えないよね。あれ違う、嫌だ嫌だなんて言えない。違うよ、あの時の決められた時の発表の時に、うん、嫌劇場で、ね、そう、劇場で見てたりするのにみんな嫌だっつって言えねえよ。言えねえよ。あ、そうだ、CM？ うん、好きなの知ってんだね。そう、あれでしょ、シルクサンドでしょ。体ドルフィンきついの？いや、それマーク見て思った。いや、 やっぱきつそうに見えんのかな。きつくはないけど、ドルフィンができてるのか分かんない。あー、あれウザでもやってるやつだよね。そう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 、ウザの形もあれなんだけどね。うーん、この人めっちゃ書いてるね。めっちゃ書いてくれてるよ。だって斎藤なんていうのこれ、マホコうん、ほら、もろ斉藤さん推しだよ。ほら竹内美ちゃんは妹にしたいか、どうしたの、なんかあったの？いや、わかんないけど。なんかいいけど。あ、だからじゃない。そうそう、妹にしたいか、どうした。結構、なんかさ、斉藤さんの人さ、なんか一文字書いてくる人めっちゃいない？なんかあ、王とかもいるよね。いっぱいいるよね、マキオとかいるいるよね。いる読んでてさ、えぇって思って。誰なるよね、めっちゃ書いてんじゃん。うん、いっぱいいるよ。え、これもうダメだからね、これ。ちょっと、これダメ。ダメだ
だからね絶対ダメなやつ。ダメなやつ。でも多かったよねその質問。多かったね。いろいろあるからね。の4人の絆大事ですよ。そりゃ大事だわ。え、これマイコはさ次の人選んでいいの？そうね、誰がいい？ちょっと名前出さずに誰が予想してる？誰？名前出さずにどういうこと？ああこういう人みたいな、うん、誰がいい？パッと今あもう思い浮かぶ人が服着たる2位の人。ん？服着たる2位の人。あ、そう出てないんだってその人。思った。そう、私出てると思ってたんだって。うん、出てないのよ、あの人。そう、あの方出てないのよ。そう聞いたのその人に。したら、あの、あ、今週撮るんだみたいなこと言ったら、うん、私出てないわみたいな、やったことないわみたいなこと言ったら、うんうんうん、あマジかとか思って。全然回して？うん、その人にしようかな。そしたらさ似顔絵描いてほしいんですよ。マジか、あの人似顔絵か。いいよ。あれこうやって何なの SKE 以内やられてダメなの？いやなんかね本当はねヤスさんとか行きたかったんだよ、いなくなる前 に、ね、確かに回したかったんだけど。あちなみにこれね涙見た、うん、うまいうまいうまい。そう書いて書いて。書く書く。なんかないの紙？え今ないんだ。書けないじゃん。ちょっと今度でいいから。分かった、いいよ。まあリハーサルとか始まるからね、うん、そうそう。だからしたらどうしよう。これ写していい？ダメダメ。私のベッドのね。マイクもこういうのしようかな。ちょっとしてみな。してみな。しよう。うちはあるかな。まあまあまあ趣味はありますからね。そうあるから。いろいろ趣味はあります。したらちょっと、うん、この方です。どうぞみたいなふりして。オッケー。何？うん、どうぞだけ。それしたら A 入れるから。あ、じゃあ次のグッグタスの輪はこの方です。どうぞ。オッケー。オッケー。まあそういうことでね。オッケー。まあ、仲いい人ですね。仲いいよ。どんな子ですか？元気でもなんかやっぱまあ年の割に落ち着いてるし。あそりゃそうだね。でもまあ最近なんていうの年相応じゃないけど、うんまあ、になってきたんじゃないかなっても思うし、やっぱりまあ、長年一緒にいろんな道を経験してきてる子だからこそのなんていうの絆じゃないですけど、そういうのもあるのかなと、うん、お前桃屋のブログ見んなよ。マキコと桃屋のブログ見んなよ。ピーチが何書いてんのかなって思った。そう、それね、マコ見た。あー、かぶってたらしいね、うん、しかもさ、見た。私この T シャツ買いたかったんだよ。これどこのやつ？あのね、新しくできたとこだって。うんはん。ザの妹ブランド。あー、わかった。ブラシ…ブレ…いや、ベルシカだ。わかんない、全然。ザ、ザ、ザラの妹ブランド。 H&M じゃないの？ちょこちょこちょこベルシカか。あ、一緒、あの H&M の迎えに来たやつでしょ多分。多分そう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 。私これ欲しかったの。オギちゃんも着ててさ、 T シャツ。このえ可愛かったから、じゃあオギちゃんに買うわとか言って言ってたら、もう2人着てたからさすがにもう買えないなと思って。確かに、うん、可愛いじゃん。え、ベルシカってこんなんだっけ？全然わかんない、中入ってないからわかんないけど見てみな。あ、一緒パルコの迎えに来たやつじゃない？そう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 、うん。え、ま、行ったよ前マイコ。なかった、うん、ここにハートついたね、可愛い T シャツ、うんうん、そうそう、見た見た、今日見た見た、二人とも来てた。うん、可愛いあれ。ちょっとあと最後に、うん、なんか自分のことで抱負だったりとかなんかありますか？自分自身こうしたいとか。あ、選挙立候補した？明日。お、そう、1チームで一番最初にしたよ。そうそう、うん、でもまあ SKE で一番最初に立候補者に勝てなかったけど。ああ、ほんと勝てなかったけど、まあ、あの日定期で公演だったから。確かに、そうそう、しょうがない。タイミング、タイミング。そうそうそう。ゼアかったっけ？なかった。まあ無理だよね、あの日はね。あの家に引っこもったよ。あ、いや、違うわ、仕事したんだ。あ、じゃあしょうがない。仕事した。なんかないの最後、自分の。そうね、やっぱりでも、まあ、大学も行くし、うん、何行くし、うん、まあなんだろう、そろそろちゃんと、うん、こうなんか今までは結構なんだろう、めんどくさいことは流してた部分も結構あったのよね。
だしチームに入ってちょっとなあなあになった部分もあった自分の中で、けどなんかなんだろう、まあ新学期っていうかこの時期だからこそやっぱしっかりね叩き直して自分を、だしやっぱファンの方にもなんだろう、まあ本当にいっぱいいる数多くの女の子の中で、うん、マイクを好きって言ってくれるのって本当にありがたいことなんと思うから、うん、なんだろうな、本当些細なことでもやっぱりさ、もともとこうなんかなんていうの、バーンって人気があるわけじゃないから、ちょっとしたことでもやっぱ喜べるっていうか、こちらレギュラーが決まりましたとか、うん、この雑誌載りますとか、うん、なんかこのテレビ出ますとか、うん、ちょっとしたことでもすごい喜んでもらえるのってすごい貴重だなって思うから、うん、なんかそういうのをね大事にしていきたいなと思うし、やっぱその喜びをさ、なんか分かんなくなっちゃったらもう終わりだなと思う。あー自分がね、そうそう自分ももう適当になんとか出まーす、出まーすみたいな出まーす出まーす何々放送でーすみたいな、みたいななるとやっぱりまあそれはそうだよね、確かに終わりだなと思うし、なと思うから、うん、やっぱり一個一個のね自分の喜びをファンの人とも噛み締め分け一緒に共有できるように、うん、もなりたいからこそもっともっといろんな場にね出ていきたいなっていうのもあるので、まあでも、まあ、総選挙は、うん、そうですね、まあなんて言うんだろう、なんだろうな、まあ頑張りますって言った時点で、うん、まあ、ぶっちゃけ頑張るのって、まあ、マイクも頑張らなきゃいけないんだけどさ、うん、まあ、頑張るのはさちょっとなんかあれじゃん、そう本当頑張り具合が違うじゃん、うん、なんかさ、頑張りますじゃないよね。なんかね、なんか一緒に頑張ろうとも言えないじゃん。なんか私がなんかわかるよ、うん、そうなの。難しいよね。そうそう、でもやっぱりなんか立候補したからには、うん、なんだろうっていうのは気持ちはあるし、うんうん、別にあの AKB の選抜が全てだと思ってもないけど、うんうん、やっぱりでもここにいる時点で、こう不定理グループにいる時点で、うん、まあ、平等のチャンスってチャンスだからね。そうやっぱりね。大事なことだと思うので、うん、すごいあのチャンスだなと、まあ、挑戦していきたいなとは考えているので、うん、そうですね、まあ、落ち着いてみないとこういうことは分かんないけど、うん、まあなんか、まあ、5回目総選挙参加するの、うん、お5回あるよね、今まで5回目だよね今、うん、そうだね、5回目なら全部参加してるから最初から、まあ、1回目から1回目からいる。あ、そうなんだ。だから、まあ、全部の、うん、総選挙、まあ、ギャラリーじゃそれは悔しいので、うん、っていうのを、まあね、まあ、やっぱりでもそれをファンの人に伝えるにはやっぱ自分からアクションを起こしていかなきゃいけないなと思うので、う気合い入れて頑張っていきたいなとも思いますし、うん、やっぱりでも選挙とか選抜っていうのは自分の中ではやっぱ通過点だと思っているので、うん、やっぱり夢はまだまだかっこいい、大きくかっこいいこと言った、大きく頑張っていきたいなと思います。そうだからなんだろう、でもやっぱりね、あのことある行事にはやっぱ本気で参加していきたいなと思うので、うんうね、総選挙だけじゃなくても外資も武道館待ってますので、日産もありますよ。日産もありますね、うん、そうそう、参加するか分かんないけどね、まあ日産スタジアムはね、分かんないけど、だからね、まあ、でも総選挙日産だからね。そっかそっかそっか、日産の後に総選挙なのでね、日産でライブした後に、でライブにうちらは参加するのかっていうね。だから確かにどうなんだろうね、どうなんだろうね。いや私雨だったら一番怖いんだよ、日産スタジアム開いてんの、屋根ないから、うん、そうなの、え、閉じないの、ビューと怖いんだ。しかも6月6日だったら梅雨じゃん、すごい梅雨だね、本当にどうすんのって思うの。確かにマジで、これマジで思う。リハもできなかったりとかして怖いよね、うん、音だだ漏れやん、え、わかんない、そういう時ってどうなんだろうね。なんか西武ドームも、うん、西武ドームも屋根はあったんだけど開いとったの、ちょっと、うんうんうん、虫とかめっちゃ入ってきて夏だったから、だってもう6月だったらもうやばいよ、やばいよね、みんなバンバン倒れんじゃない、辛いね、だって思わない、だってさ3日ぐらいある、しかも日産それは8月でしょ、夏にもあるよね日産、うん、そうなんだ、え、わかんない、ついていけない、6月だっけ。でも総選挙はもう6月8かなんかはもう梅雨だからやばいよね、うん、雨降ってて、雨だよね、なんとかなんとか、もう第一の発表ボワーみたいな、どうすんだろう、全然わからないけど、うん、その時はみんな傘出してね、うん、こうやってありがとうございますみたいな、ちょっとやっぱそれもシュールだよね。